アグッドジャパニーズの自然な日本語。みなさんこんにちは。今日は日本人の会話の中でよく使うかなを覚えましょう。これはいろいろな場面でよく使われます。この動画では3つの使い方を紹介します。1つ目は自分の記憶や判断が曖昧な時、2つ目は優しく批判する時、3つ目は未来の予定を話す時です。ではまず実際に日本人の会話を見てみましょう。私の後に続いて繰り返しかなの文を練習してください。どうぞ。一緒に住んでる。そっか、今付き合ってどのくらいだったの？ね、2年半ぐらいかな、うん、2年半ぐらい。そうなんだ、まだ2年半か。マジ？わかんない。恋がいるのか？公民館の近く。公民館かな、わかんないけど、前さ、なんか、うん、綾乃とか浅見とかと言ったじゃん。凛と夢がまだちっちゃい時かな、わかんない。どこだっけ、それ。どこ？ちなみに、みなちゃん、オーストラリアで、なんかカルチャーショックみたいな。カルチャーショックね、うん、何かな。でもやっぱ旅行と住むのは全然違いますよね。確かに。うーん、何がカルチャーショックだったかな。何かな、でも、まあ、いろんなカルチャーショックはあったけど。そうそうそう、その時にそうなんだ、と遊んでくれとって。あ、そうなんだ。そう、エミちゃんと、まあでもあんまり遊んだことないかな。でも一回2人で温泉行ったわ。へえ。2年半ぐらいかな。公民館かな。凛と夢がまだ小さい時かな。何がカルチャーショックだったかな？何かな？まあでも、あんまり遊んだことないかな。お湯は、本当に今までの中で一番良かったの。あ、そうなんだ。何なんだけど、何が良かったのか。なんていうのか、浴槽とか、うん、露天風呂とかもだし、あとなんか、まあ、やっぱり分かんないことが多いし、うんうんうん、もちろんいろいろ指摘されたりとか、うんうん、なんかいろいろこう、なんていうのかな、自分の中でもうちょっと辛いなって思ったこととかはあったんだけど、うんうんうん、でもそれって多分なんていうのかな、まあ、新しいことするときって基本そうじゃん。なんていうのかな、確実じゃないときや疑問を強調したい場合はのを入れてのかなになります。名詞と形容詞の場合はなのかなになります。日本はでもなんかいつも笑顔でいらっしゃいませって感じでしょ。笑顔かな、なんか機械のような違うの。てかまあそれは自分自身がなんかそういう風にこう、うんうん、早く成長しなきゃみたいな、あんま良くないかなと思うんだけど、なんかそういう感じで、あ、そうなんだ。あ、なんだっけ、なんかその、PCR 検査のキットみたいな。うんうんうん。で、自分でなんかお鼻に突っ込んで、唾液かな。鼻じゃないんだよね。,笑顔かな、そうかな、唾液かな。相手の意見と違う場合や相手の間違いに気づいた時、かなを使って優しく自分の意見を言うことができます。丁寧に言う場合はですかねになります。でもこれは親しい人と話す時だけ使ってください。しずちゃんに連絡したって感じ。なんで来るな、これは。え、ちょっと、行こっかな。オッケー、考えるわ。わあ、そうなんだ。じゃあ何、8ヶ月とか9ヶ月ぐらいまで働くんだ。そうそう、1ヶ月前くらいまでは働こうかなと思って。でも暇だしね、実際。う
あ、そっかそっか。いやご飯は食べたいよやっぱり。うん、でも一人暮らしというか、特にそれどっかでこの世出るタイミングがあれば実践しようかなと思って。そうね、実家にいるとちょっと難しいよね。行こうかな。1ヶ月前くらいまでは働こうかなと思って。実践しようかなと思って。自分の未来の予定についてはっきりしないときや、まだ迷っているときに、かなを使って表現できます。動詞は移行形にして、かなやかなと思うとつなげて文を作ります。はい、どうでしたか？はい、日本人は自分の考えをあまり強く主張するのが好きじゃないので、かなを使って曖昧な表現をすることが多いです。ぜひ皆さんも使ってみてくださいね。またねー。